ほら皆さん寒い。そう、見てこのふわふわ、むちゃくちゃ寒い。これ本当あったかい。皆さん寒くなりました。こんな格好してる僕らを見るのは初めてなんじゃないでしょうか。骨折してもうずっと旅に行けてません、うん、そして今回久しぶりにというか怪我してから初めて旅に行きます。そうそうそう、旅しないと僕ら死んじゃうんで僕らの、ただそんなに遠く行ってしまうと僕の肩にも良くないんで、ちょっと静かにしてないといけないんで、うん、なのでこの近場で、僕ら住んでる近場でここでしか見れない場所いろいろあるらしいんですよ。ここでしか見れないものいろいろあるらしいです。見に行ってみましょう。Yes. 行ってみようぜ。皆さん一番最初の場所に着きました。これを見て皆さんどこに僕らがいるか分かりますか。柑橘系です。夏みかん、夏じゃないけど夏みかん、何か分かりませんが萩です。山口県の萩に来ました。ここで何をしたいかというと、山口県のこの萩にはずっと昔から17世紀ぐらいからずっと伝わる伝統的なものがあるんです。それを見に行きたいと思います。行っちゃいましょう。 Let's do it. The first place we're visiting today is this amazing place where they make giant pizzas, you guys. Just kidding, you guys. The famous Hagi pottery, right? そうです、萩焼きです。なんで萩焼きって有名かっていうと、一楽二萩三唐津っていうんですよね。でこれ焼き物の、日本の焼き物のランクらしくて、一番に京都の楽焼きで、二番目に位が高いのが萩焼きらしいですよ。山口on top of the list。すごいね。今日聞いたのは定山です。向こうで実際萩焼きを作っていて、こっち側で薬品につけてるみたいです。すごいね。I think these are some of the items that the people here、produce, you know, and maybe we can buy and paint them as we like them, right?、うん、this one. And probably these are some that are made by some of the customers that come here. I can see, you know. いつかオリアン・カイトのマグカップ作ろうよ。あ、そうね。ね、オリアン・カイト、かっこいい、かっこいいね。視聴者さんプレゼントに作ってね。10万 subscribers の時ね。いいね。記念品ね。今日は残念ながら僕らろくろの体験、萩焼きの体験ができないんですけども、普段であればここでこういったものを作れるみたいです。もう自分で形も作ることもできるし、こうやって絵を入れることもできるみたいです。僕もちっちゃい頃、小学校か中学校ぐらいの時にこれを見たことありますね。これ手でこう回してね、こうやってやるんだね、俺。そうでしょ。そうね、こんな感じで。今日ね、修学旅行生がいっぱい来るらしくて、もう予約がいっぱいになっちゃってるらしいんですよ。いつかやってみたい、萩焼きの、うん、さっきのところで作られたものが最終的にここで完成品として販売、展示されてるみたいです。中見せてもらいましょう。読める？読めない。青春楽定山、名前がかっこいいですよ。Once our bus is done, it will be very nice if we come here and maybe choose、a glass or a cup, something like this, you know, for、us. I really love this tile, you know, the blue, light blues and greens, you know. Mori, それ気に入ってるね。 Yes, and this one here. I don't know if we would really use it on the bus, but I really like this piece. They even have these little accessories, you know, from the broken pieces of the pottery. I think it's a great idea. Wow.They're pretty cute. I really like this. ここのお部屋は金子さんっていうすごい有名な作家さんの作品がいっぱいあります。すごいかっこいいんですよ。ちょっと見ましたけど、 This will be such a cool piece in a house, right? かっこいいね。この中に照明が入ってるランプみたいな。 Really, really nice. Imagine a house very minimalist, but you got this lamp. Beautiful. 萩焼きがなんでそんな有名なのかちょっと調べたらですね、このやっぱり色がすごい独特らしいんですよ。この素朴な色、鮮やかではないこの素朴な色っていうのがすごくいいらしいです。これは17世紀に朝鮮から持ってこられた技術らしくて、ずっとそこから続いてるらしいんですよ。かっこいいね。オリ知ってる？
これ使っていくうちに色が変わるらしい。本当？うん。この中のお茶とかの成分でこの中の色とかがどんどん変わってくるらしいですよ。すごいよね。いや。そういうのがあってもう本当に有名になってったらしいです。わあ。今から行くところは以前オリと一緒にね、オリが初めてクラブマンでツーリングに行こうと思った場所が今から行く場所なんですよ。萩の笠山っていう場所です。One of our favorite spots in Yamaguchi. 何回も行ってます。ここはね、東洋一小さい火山なんですが、それがすごいんじゃなくて、その火山の上に展望台があるんですよ。その展望台から見る夕日がむちゃくちゃ綺麗。そうね。夕日だけじゃなくて、で今夕日はもう本当にもうすごい綺麗なんですが、島いっぱいあるね。そう、島。市に点々がつきましたね。島がね、島の形も、そこから見る島の形もすごい綺麗だし、もうビューが最高です。まあ今から皆さんに見せますんで、待っててくださいよ。来ました。ここが笠山です。今からこれ登るんですが、この展望台にカフェがあるんですよ。でそのカフェを経営しているのが実は僕ら2人の友達なんです。そして今日実はお休みなんですが、僕ら行くよっていう話をしたら、あ、じゃあ開けてあげようかっていう話をしてくれましてですね、今からかなり久しぶりに会いますが、はい、行きます。いいね、ここに来るのもすっごい久しぶりよ。疲れた？ひどいね、オリちゃん。疲れてないですよ、まだ。We are at the top of Kasayama, and Kaito is already tired, guys. オリの方ははは言ってますよ。僕は全然余裕です。200メートルしかないね、これ。ここ、あそこ、すぐそこに火山があるんですよ。穴がありますよ。この東洋一の火山には、なんと火口がありましてですね。火口まで降りていけるんですよ。ちょっとオリが疲れるから今日は行かないけど。あ、いる。いらっしゃい。元気元気。久しぶりです。のんびりよ。ご無沙汰してます。ケンジさんです。コツコツのオーナーです。コツコツのオーナーです。ライト増やした。ああ、かっこいい。Really cool. Love them. Really nice.これは最高のスポット、皆さん。最高のスポットです。コーヒー。Cheers。Cheers。返事ありがとう。ありがとうございます。いただきます。ここは勉強したくなる場所ですよね。あ、たまにね、勉強しに来る人もおった。やっぱり？うん。先週末だとかずっとパソコンでなんかやりよったし。俺でここで仕事したいもんってずっと。I used to come here to edit the videos. Do you remember? Would you like come here? Coffee, cheesecake. このね、チーズケーキがうまいんですよ。バスク風チーズケーキ。うん。So good. 本当におすすめ皆さん。うまい？うん。これと食べないね。いや、食わさせてよ。The best view, really, this place is amazing.Every time I come here, I say the same thing. I never get tired of this place. It's really, really beautiful. 最初ここに住みたいって言ってたよね。うん、そうね。一回船であそこに行きましたね。一番遠いの島ね。もっと遠い。ここから今見えない。三島っていうところに。うまい。今日はケンジさんに特別開けてもらったので、ないですが、普段はメキシカンタコス。こういったココアとか中国茶もいろんなバラエティありますよね、うん、
まあ僕の一番のおすすめはさっき食べたこのチーズケーキですけど、これむちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さん来てみてください。そしてケンジさんのタコスもむちゃくちゃうまいですよ。あ、もう慣れてる。皆さんぜひ来てみてください。This is the reason why we love coming to this place. Just look at that view. The ocean, almost 180 degrees. Lots of islands, you know, peaceful. And these actually, all of these trees around here that you see are all sakura. So if you come in March or April, this will turn into a pink forest. 最高に綺麗になります。最高、本当に本当に綺麗。島の形も変わってるんだよね。Yes, this one is completely flat, you know.It's such a great spot, so really, you guys, you should definitely come visit this place. このカフェ、コツコツっていう名前なんですが、今の期間、11月から3月末までは土日祝日だけがオープン日らしいので、皆さん間違えないように土日祝ですよ。来てみてください。これ本当にバイカー結構いますんで、うん、そうね。僕らもちょこちょこ来るんで、もしかしたら会えるかもしれません。はい、あとは2階。あとはこの上にもビュースポットがありますよ。串山、大島、筆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 島、He's cheating. All the name of the islands are reading here. ダメだよ。もう島が多すぎて覚えられません。ケンジさん、ありがとうございます。久しぶりに会えてよかったですよ。そしてここに来れた、久しぶりに来れてよかったね。 Yes, yes, such a special place. 楽しかったです。そして次の場所に行ってみましょう。お連れします。行きましょう、行きましょう。僕らもまだ行ったことない場所です。行きましょう、行きましょう。 That's my dance. You don't get to steal it. わー、今久しぶりにこの道を通ってますよ。2ヶ月ぶり多分ね。バイクで走りましたね、ここ。ここ今通ってる場所はもうバイクで海岸線をずっと通って、うわ、ね、ここ気持ちいいねって、ね、これ島根に行く途中の道ですよ。そうね。あと6ヶ月経てばまたバイク乗れるんで、皆さん待っててくださいね。バイカーの皆さん、ライダーの皆さん、もちろん萩の次は皆さんどこに行くかご存知ですよね。ツワノです。ツワノですよ。僕らツワノ大好きなんです。よく今まではバイクで行ってました、ツワノに。車で行くのは久しぶりです。Yes. 今まで行ったことないツワノの場所に行ってみようじゃありませんか。楽しみ。楽しみですよ。But first, can you peel this vegan for me, please? 食べたい。もうちょっと待ってて。ちょっと待ってます。今ちょっと話さないといけないから。いいよ。Guys, last time we visited Tsuwano, Kaito told me he was gonna take me to this dango place.Because he knows how much I love dango. He got there and the shop was closed, of course, because it was too late. そうだったね。So, you better take me to that place today. あんまり僕は覚えてないけど、周りがそこまでお団子を食べたいのであれば、甘いものを食べたいなら。I'm here to make you remember about what you said. わかりました。We're almost there, guys. I think we're already in the town of Tsuwano. The thing is, parking space, you guys. It's, we're not riding our bikes today, so it's not as easy. You know, when we're our bikes, they're small, people let us park for free, so we always find out the furthest part. But by car, it's quite different. Straight? Yeah, straight is just near right. いいね。わあ、すごいね。すごい綺麗ここは。いいね。あ、結構人もいるね。The trees are turning red already. わあ、いいわ。いいね。We are here, guys. 着きましたよ。ツワノ町です。小京都と呼ばれるツワノ町。最高ですね。It's a beautiful town. Small shops around here. This is the main road, right? Small shop, also houses. People live here. Of course, cars. これ車がまたね、こういう場所いっぱいありますよ。車がなかったらもっと最高です。This little road, really, it's really beautiful, isn't it? Last time we came, it was all yellow. あ、イチョウがね。そうそうそう。ちょうど終わりましたね。うん、全部枯れちゃってる。けど、It's a nice place, don't you think so? Guys, the water of this town is so clean that they even have these carp fish here around the town.You don't see this anywhere else. 本当だよ。
It's huge. It's huge. 皆さん、あの建物が何かわかりますか？町役場らしいですよ。すごいですね。1919年、100年以上前に建てられた建物はそのまままだ使われてる。素晴らしいです。This is a great example of how to keep the old buildings alive. Wow. Magic place, isn't it? すごいよ。We came at the right time of the year. The perfect moment.すごいね、不思議だね。 One of my favorite things about Japan, like in Colombia, you don't get to see these things, you know? There is not really a change of the seasons, so you don't see this. And when it's here, you better enjoy it, because it's gonna be gone in a couple of weeks. すごいね、日本って。秋はこれで楽しめて、春は桜で楽しめて。オリ、もう食べれる？何？デザートですよ。あ、団子、団子ちゃん。団子食べる？団子じゃないですよ、つわの。皆さんはもしかしたら知ってるかもしれないですけど、源氏巻きっていうのがあるんですよ。オリに食べさせたいと思います。すっごい美味しいから。知らないでしょ。知らない。食べたい、食べたい、食べたい。行きましょう。オリに食べさせたい源氏巻きが売ってる店見つけました。これです、源氏巻き。 We were given this and some tea. Really good? Good? Yeah. Especially this kind of bread on the outside. So good. Guys, we bought one of these makis. Genji maki. And then they told us, okay, you can sit down here and then just eat it. And then, yeah, we were like happy with that. And then they brought us another one of these already cut into pieces with some tea. And we were like, well, we bought this one, but now they're giving this one for free. ButWe're not quite sure if we were supposed to eat the whole thing or just one piece, but ended up eating the whole thing because we were worried that they will throw it away if we didn't. So. けどすごい美味しかった。ツワノの人はみんな優しいですね。ありがとうございます。美味しいこれ。美味しかった。ツワノ町に来て行きたかったところ、これです。ツワノ町の日本遺産センターというところがありまして、これは昔から今にかけてツワノ町がどうやって発展していったか、そういうの僕大好きなんですよ。見に行ってみましょうよ。 The town of Tsuwano is often referred to as Little Kyoto. At the Heritage Center, you get to see historic images painted of the town 150 years ago, match up with modern day photos. これが160年前のに描かれた絵。これが今。 You can also learn about local dances and traditional costumes. This is an excellent place to pick up a map of the town to guide the rest of your visit.日本遺産センター、皆さん先に津和野町を訪れる前に先に行かれた方がいいです。かなり情報が詰め込まれているので、こう歴史、どう昔どういった町だったか、そして今どういう風、どういう経過を得て今の状態になっているのかっていうのを説明しているので、それを見た状態で町を歩くのが、 Yeah, it's more interesting that way, right? ね、yeah, to have the picture in mind how it was before and how it is right now. それでは次のスポットに行っちゃいますよ。 A really special one. This is something we've never done before, right? 一回もない。Yes. 俺は人生で一回もない。Me when I was a little girl with my mom. I did it. Yeah, in Colombia. But you guys will see in a while. 一番の楽しみだよ、今日の。皆さん、暗くなってきました。この時を待ってたんですよ。暗くなるのを待ってたんですよ。ね、オリ。Of course。こっからが面白くなるよ。皆さん着きました。真っ暗です。ここに来るまでの道、細い上に真っ暗で。本当にでしょ。いや、これはなかなかだね。けど、皆さん、The sky is clear。そう、ちょっと降りてみたんですけど、星空が。もうすごいよね。Yes. 星すっごい綺麗。もう明かり全く周りないんですよ、ここ。And that's very important because 今いるところは天文台です。日原天文台っていうすんごい天体望遠鏡を構えてるところなんですよ。星をね、僕そういったもので見たことがなくてずっとやりたかったんです。そしたらここにあるじゃないですか、すごいのが。今日はやったね。いやー、行きましょうよ。こんばんは。こんばんは。おし、プルアンシエン、こんな特別お邪魔。
え、これ日本最古って25億年前のじゃん。そうなんです。なんでわかるんですか。あの放射性同位体って言って、ウランが何億年かかけて、ウランの同位体が何億年かかけて鉛に変化するんですけど、はい、その最初の量が分かってるから残りの鉛の量を測ればどのぐらいの時間がかかったかっていうのが分かるわけです、はい、分かるんです。計算したら25億年前だった。これ一度見つけたたまたま拾って、いや予測されてたんですよ。あのこの辺にあるだろうっていう見当をつけといて、はい、であの広島大学の教授がこの辺を調査、学生さんに調査させて、で見当をつけたあたりに日本最古の石が見つかったという。すごい、25億年前、地球の、あ、そう、2ビリオン、ビリオンですよね、2.5 ビリオン。すごいね、うん、今から天体望遠鏡があるところに行きますよ。本当に周りは明かりが全くなくて、すごい、もう星空もすごい今綺麗に見えてます。目が慣れてきた。うわ、すごい、目が慣れて、すんごい星が見える。今音がし始めたのは望遠鏡が動き始めたんですよ。星の地図があるとすごいです。ここにポチッとやれば行ってくれるんですね、その場所に。そうなんです。ただまあどこに何があるかを把握しないといけない。把握しないと。確かにこれ見ても分かんないですね僕なんかは。 We can already see Jupiter, you guys, over there. 覗いてみてください。見てください、小木さん。すごい、見える、見える。ここのね、 Very shiny 人生初の天体観測すんごい光ってるじゃないですか。そうなんですよ、太陽系最大の惑星です。あ、そうなんですか、一番大きいんですか。そうです、それすら知らなかった僕。地球の11倍ぐらいあります。 What are the little things like the little dots we see around? What are those? あれはサテライト、衛星ですね。 We're now going to look at Saturn. What, ちっちゃい。見える？ It looks kind of flat. ぺちゃんこに見えるって言ってます。Oh, you can really see the rings around the planet very clearly. マジ？ Wow, amazing. わあ、すごいね。見て見て、描いた。絵に描いたみたいですね、これ。そうですよね。土星の周りの輪っかは1億年後に消えるらしいです。まずいです。It's getting pretty cold out here, so we're going to check the last planet, which is going to be Mars. すごい見えます。遠くに見える。そう、赤い星、yeah, pretty orange, yeah. I want to see it through the other lens. It's very orange, and it's kind of a clear, like a yellow in the bottom, and really orange at the top. え、その2色に分かれてるんですか。ああ、そういう風に見えることも。ちょぼやけて見えるんですよこれもあれなんですよね、あの大気の、大気の影響なんですよ。で、望遠鏡を止めます。そうすると静かになりますからね、音を聞いといてください。お疲れ様です。今お疲れ様です。わあ、本当にここは冬、むちゃくちゃ寒いやばいね本当に。今日すごい楽しかった、すごいいい経験。皆さんこれは本当に北の方がいいです。これすごい、いや俺人生でオリはちっちゃい頃にやったことあるんだよね、うん、天体観測、だけど覚えてないって言ってて。 Yes, like the experience, like my reaction, I don't remember that, but I remember being there. これはすごいよ。俺は人生で初めて見たんですけど、俺、いや、もう皆さんにバカにされることは分かってます。土星が何か分かってませんでした、僕。We saw Jupiter, Saturn, Mars, and the other one. Subaru is Saturn, isn't it? No. Oh, okay. The stars. Yeah, the stars. The group of stars. Subaru ちゃんです。車のマークと同じ Subaru ちゃん。すごい、これは。やばい。本当に感動しました。そう。これで今日一日の旅が終わったのはもう本当に最高ね。そうね。この動画を気に入っていただいた方、ビッグなThumbs up、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。
それではお会いいたしましょう。また次回。Maybe Mars one day. いいねそれ。ではまたね。気をつけて帰ります。はい。